操作方法すら忘れそう。全然やんないと。報告いたす。愚か者めが。いざ出陣せん。お任せよ。皆の者、力を示せ。全軍、突貫。洛陽にいる。あ、で、洛陽にいる。これよ。こっち。あれも時代変わってるもん。10作品ぐらいの時間だもん。全軍、突貫。どうやってあれ？はい、まあまあ。
策を食いよ。かかれ。の牙に砕けぬものをなす。ではなくて、さてはどうするの？さてはどうするの？なんだ？さて、なんだ？せえ、やられたか。戻れ。なんだ？勝者の前に行ったのでどうやってやらないんだろう。これいいねんし、ちょっとどうやってやらないんだ。縄文ってこっこと縄文って言わねえの。動けねえの。もう動けないんだよ。あ。かしこまった。せえ。あ。やられたか。援軍吠えよ。荒唐の虎、これにありとな。
何とも。白を入ったの。あ、ここ、ほら、今入ってだから、はい、あ、ほら まさか。よろしいか。うむ、容易ではなかろう。活用せん。知恵を借りたい。検索いたす。始めるか。
聞いてくれ。あれ承知。聞いてくれ。承知いたした。このような守備にて ないから報告いたす。ふん、こうなったか。うむ。承知いたした。聞いてくれ。どうしたものか聞かせてくれ。受けたまわった。
受けたまわった。私が出ている。私が出ている。お聞きください。よいぞ。検索いたす。失礼いたします。よいぞ。結果となりました。ありがとうございます。考えがございます。構わん。息災か。感謝の極み。王国にござる。感謝の極み。
聞いてくれ。かしこまった。聞いてくれ。承知いたした。息災か。ありがたく。守備はこのように。光栄に存ずる。福安がございまする。よいぞ。失礼する。ありがたく。守備はこのように。光栄に存ずる。失礼する。はっ、ありがたく。このようになり申した。光栄にございまする。ご無礼おば。よいぞ。聞いてくれ。かしこまりました。報告にござる。か
感謝の極み。考えがございます。よいぞ。検索いたす。よいぞ。息災か。は、ありがたく。守備はこのように。うむ。失礼いたす。何のようだ。報告にございます。そんなことが。いいだろう。考えがございます。構わん。
このようになり申した。光栄にございまする。やるとしよう。母。この件どう見る？思いついたことがございます。それは道理に合わん。刮目せい。承知いたした。お任せを。行くぞ。お聞きください。よいぞ。向かうぞ。話がありまする。ふふん、交渉か。無礼者めが。もう一度申してみよ。失礼する。お断りする。我が意押し通させてもらう。Oh, no, no, no.
愚か者めが逃さんぞ。共に語るに足らん。いざ、かっ。我と武を競わんと欲する者は前に出よう。軽率な、勝てると思うてか。我が力、その身で知れい。行くか。申し上げます。なんだと。ふん、こうなったか。厳しいかと思います。うむ、進軍だ。したくせい。あの者なら、あるいはやるとしよう。あの者なら、あるいは話がある。その言葉、待っておりましたぞ。ありがたく。以後、よしなに。あの者なら、あるいは聞いてくれ。お任せください。守備はこのように。ああ、こんばんは。やりますか。やりましょうか。もうちょっとで多分これ終わるんで、やりましょう。やりましょうよ。これ聞こえますかね。やりましょう。多分これちょっと終わるんで。
光栄に存ずる。チュートリアルみたいな、なんか長い。これ戦をすればいいみたいだから、兵力どうやって確保するんだろうな。もう今言っていいような気も、雇用が難しいんだけど。引き出しの考えがございます。構わん。こんばんは。やりましょうよ。うん。もうちょっとで終わるんで。やりましょう。あれ聞こえてるかな。こんばんは。チュートリアルですね、これ。あとちょっと多分後半まで行ってるんで、もう戦えばいいだけで。人って早くねえが、俺。どうしよう。何本いんのよ。おーろーと。人形上あります。ああ大丈夫ですよ。俺もちょっとね、なり方がまだ完璧に分かんないから。あっすげえ。兵士の数があれあんのかな。あ、兵士の数があれば誰が。僕はどうやって見るんでしょう。完璧にまだ分かんないんですよ。6年か7年前に買ってはいたんですけど、ちょっとだけチュートリアルやってやる気なくなったっていう。放置してたっていう。失礼する。光栄にございまする。ねえ、何なりとお命じくだされ。とんでもないもんあり。こんな解除したな。軍事かつてなんだ。軍で槍が線いるから、兵力が分かんねえんだよな。これ兵力ってどこで見る。達人で見ればいいのかな。変化、こうやって増やすんだろう。人材あのものなの、あるいはそれ任せた方がいいな、これ聞いてくれ。かしこまりました。マシンぐらい自分いらないけど。あのものなの、あるいは聞いてくれ。その言葉待っておりましたぞ。お聞きください。良いぞ。4枚もう言っていいんじゃない。以後よしなに。この増やし方が分かんない。報告をお聞きくだされ。電話もう行ったね。まだやった。は、ありがたく。ふふふ。何？何？
当わかるのは、なんで？この辺。どう待ちましょうか。失礼です。感謝します。これって内政やっていうの練習なんだろうね。終わったらいい。92年までに中勤に励みます。いるんじゃね。よし、ということでお聞きください。良いぞ。何のじゃないか。行くか。おいおい、いざ雌雄を決算。何これ。孫文だ。我が力その身で試合払うんだけど。手に90あんの。ございます。感謝します。よっしゃ、そろそろ、あれ、行きますか。行かないといけない。何やってらんない。即歳か、光栄に存ずる。永久にやるんじゃないからね。やばいやばいやばい。立ってもいい。これ行かないと。やば。どこで？どう？あ、移動編成じゃないの？はい。進軍だ。したくせい。増やすのわかんない。わかりました。とりあえずだからちょっと覚えたらいいんじゃない。兵力2万9000しかねえのかよ。ねえだろうよ。兵力2万9000しかねえじゃん。兵力ってどうやって増やせばいいんだろう。思った以上にないじゃん。兵力の増やし方がわかんないんだけど。全軍特艦。
任せあれ。お任せを。お任せあれ。うかつな。これでどうです。命が惜しけりゃそこをどけ。我に賞賛あり。この一撃受けられまい。今こそ勝機だ。俺に続け。一切承知。
これまでですか。皆、全力を見せよ。虎の牙に砕けぬものなし。やられたか。この瞬間の鈴の音がたまらんのだ。虎の牙に砕けぬものなし。渾身の一撃受けてみよう。かしこまりました。かしこまった。全力を見せよ。なんと押し負けたか。承知いたした。
え？で、終わったよ。父上が…バカを申すな。遡ること数刻、孫権は本陣を挑発した敵を少数で追っていた。チュートリアル危険でございます。もう兼ねた。何もあの程度の兵を御自らお圧とも。あの程度の兵に侮られ孫家の誇りは守れるか。しかし誇りを守れずして野望を口にする資格などない。笑うわ。ダメです。伏兵に囲まれています。もはや脱出は。そうか、かかったら孫権。安い挑発に乗り寄って所詮は兵法も知らぬイノシシ武者よ。薄汚い口を閉じよ、ザコメが。貴様の首を取り、結露を開く。ここで散るならば、それもまた天運。我こそ、高等の虎、孫権。誇りに生き、誇りに死ぬ。者ども、特艦。撃て乱戦にて捕縛した敵将高祖によれば、孫権様のご遺体はすでに流氷の陣に。高祖の身柄と父上の遺体の交換を流氷に持ちかけよ。はっ。父上が示された誇り、今の俺にまだ守る強さはない。なんたる無力、なんたる堕弱。ああ父上、お笑いくださいますな。この孫白府、我が未熟なる牙を研ぎ上げ、必ずや中原に孫家の風を吹かせましょうぞ。無念の孫策は、孫権の遺体を葬った後、劉表と対抗する演術にその身を寄せる。ほとばしるほどの怒りと孫家再興への意志、そして父より継ぎし誇りと野望を胸に。そのカスって練習しろっちゅうことね。